トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。JST 留学ホームステイ担当のワニベです。今回はいつから行ける南アフリカということで、南アフリカについてお話しいたします。お話しすることはこれらの3つ。南アフリカについて、南アフリカの現状、今後の見通し、この3点についてお話ししたいと思います。南アフリカって一体どんな国？南アフリカはアフリカ最大の経済国です。さまざまな国々で構成されているアフリカですけれども、南アフリカが一番大きい最大の経済国です。かつては有色人種に対する人種差別でも有名でした。アパルトヘイトですね。皆さんも歴史の授業で学んだと思うんですが、南アフリカを語るにおいてアパルトヘイトは必ず出てくる言葉ですね。産業としては金やダイヤモンドの世界的産地として有名です。またクルーガー国立公園をはじめ、野生の王国、野生の動物がたくさん生息する場所としても有名です。それによって世界から大勢の観光客がやってくる国です。また七色の国民、レインボーネーションという名前でも有名で、これはこれまでの有色人種に対する人種差別があったんですけれども、それを乗り越えてさまざまな人種が一生懸命一つになってこう暮らしているっていう部分で、それに敬意を表して名付けられたニックネームでもあります。南アフリカの観光や訪問の特徴についてお話ししたいと思います。まあクルーガー国立公園は先ほどの野生の王国、まあ素晴らしいね、あの景色、動物、まあ写真が大好きな方とかなんかは、あの訪れるべき動物写真ですね、訪れるべきところ、まあサファリツアーも非常に有名です。あと最近では語学研修、ホームステイも行かれる方が増えました。主にケープタウンになるんですけれども、 JST では私が、南アフリカへのホームステイ語学研修の担当をして大勢のお客さんを送客しております。現地発着型のバスツアーということで、ケープタウンもしくはヨハネスブルグ出発のバスツアー、ガイド付きのバスツアーも有名ですので、こういったのにジョインをされて、クルーガー国立公園とかさまざまな景勝地を安心して学ぶことができるのも南アフリカ訪問の特徴でもあります。着実にファンやリピーターが増えている観光立国でもありますので、これからも大勢の方が南アフリカに注目してもらえればなというふうに思います。南アフリカの新型コロナウイルスに関しても触れておきたいと思います。南アフリカの人口は約5800万人、それに対して感染された方は94万人もいらっしゃいます。もちろんお亡くなられた方も結構ね、2万5000人もいらっしゃるんですが、まあ回復された方も大勢いらっしゃいます。一応日本と比較しておきましょう。まあ、今現時点での日本、人口が1億2600万に対して感染した方、また治った方っていう方であるんですけれども、なんと感染した方は日本以上に大勢いらっしゃるんですよね。南アフリカは実はもう9月に警戒レベルを下げています。すでに11月から世界中の国々からの入国渡航をもう実は許可しているんです。そうなんです、行けるんですね。南アフリカは現状渡航できます。ただ渡航条件が結構まあ厳しいんですけれども、出発の7時の12時間以内に PCR 検査を受けて、その証明を所持しないといけません。入国時に提示する必要がございます。また現地でどこに宿泊するのか、宿泊証明、さらには海外旅行保険、また現地での COVID アラートアプリを必ずダウンロードすること、
さらに検疫スクリーニング、これは入国の時に必ず受けないといけないんですけれども、しっかりしたスクリーニングが徹底されています。万が一症状がポジティブになった場合は政府指定の隔離施設で10日間隔離しないといけないという、こういった厳しいルールもあるんですけれども、現状渡航することは可能です。今後の見通し、まとめなんですけれども、先ほどの、語学研修ホームステイもオープンになっておりますので、受け入れ可能です。出発できます。また現地発着型のバスツアーも復活しておりますので参加できます。ただ日本に帰国した後の隔離はこれはまだ変わっていませんので、14日間の隔離、これを計算した上で旅行の計画は立てないといけません。なので例えば10日間ぐらいの旅行に出かける、南アフリカ旅行に出かけるとしてもプラス2週間、この2週間を隔離期間を考慮して旅の計画を立てる必要があります。南アフリカの旅のことなら、また語学研修、留学ホームステイのことなら私にお任せください。 JST では南アフリカの旅行およびホームステイ語学研修の手続きもしておりますので、旅の相談をぜひいただければと思います。今回の動画が役に立ったと思った方はいいね、またチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。